わしが天下御免の YouTuber 前田圭一はぁ。こたびの題目は歴史君と名古屋おもてなし武将隊について語ってみた。さあということで、こたびも歴史君を呼び申して共に歴史談義、ひいては名古屋おもてなし武将隊についてを語り、そして南々と共にこの時を楽しんでまいろうと思うている。ではいざ参れ歴史君。歴史君だはっ。よろしくお願いします。雑になったな。改めて、ね、歴史君の方から、はい、自己紹介を。普段歴史の話とかですね、歴史の本を書いております、歴史君と言います。よろしくお願いします。だいぶ端的になったの。2回目なんでね、まあ、さようさよ。3回目4回目もうな。一緒にこのようにまた歴史のことについて話せるという機会で、はい、もう誠に嬉しく思う次第なんですけど、こちらこそです。まあ、この麒麟が来るについてあって大河ドラマであったりと様々な話をしてまいるわけなんじゃけれども、こたびは我ら名古屋おもてなし武将隊は武将は6名、足軽陣合祭が4名、計10名で、まあ、名古屋城拠点に活動してるんだけども、はい、この6武将というのは尾張名古屋にゆかりのある武将、まあ、皆が知ってる三英傑、織田信長様、豊臣秀頼様、徳川家康様を筆頭に、はい、我が叔父上前田利家様、肥後の国を治めた加藤清正、そして一番男前なわし前田家ということで、この6武将を歴史君から見て、歴史のな、はい、やはり地が深めておるそなたから見て、はい、こう現世でもうこの番付ランキングにしてもらおうかなと。見どころが深い武将をな、はい、決めていただこうと。はい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 、わかりました。良いでございます。僭越ながら僕も何回かお仕事させてもらったりとかですね、あとは普通にプライベートで行った時に会った方とかもいらっしゃるので、おお、年上様な、我が落ちるな、そういったところもちゃんと私は考慮してます。あくまで名古屋おもてなし武将隊の皆さんのその6人のランキングをちゃんと武将のとこも込みで、あと性格とか、そう印象とかも込みでランキングしました。じゃあ誠がランキング作りました。はい、ぜひぜひその琴の葉も楽しみということで、はい、では企画やってまいりたいで、はい、まず時の声から。では皆の衆拳を掲げよう、いざ出陣。おー、では早速順位の方でござるけれども、はい、何位から聞いてまいるがよいかな、5位から聞くのがよいか。そうですね、じゃあ5、4、3、2で1位発表して最後、じゃあ最後6位ということで、じゃあ何とも言え難い5位からまいろうか。5位、そうですね、はい。注目すべき第5位は誰じゃ。第5位は前田利家。おい、いきなり我がおじ上ではないか。おじき5位じゃよ。これは何故、その心は。すごい怖かった。怖い。実際に会った時にな。ありました、名古屋城で、この YouTube チャンネルで、ロケしてる時にたまたま、店主で、加藤清正さんの石垣の刻銘が入ってるあたりで会ったんですよ。絡めてらへんじゃない、はい、裏側のあたりでお会いした時に、いらっしゃると思って、で初めてだったんですけども、お会いした時に、まあ、僕もちょっと大変失礼な部分あったんですけども、前田利家さんご紹介する時にカメラに向かってすごいケチな方ですっていうのを言ったんですよ。いや、全面的にお主が悪いじゃん。10割お主が悪いじゃん。いきなり初対面にケチな方ですって言うのは、それはわしら物の具でなくともなんじゃこいつってなるし、その首がつながっただけマシじゃぞお主。いや、ちょっと刀に手かけたんですよ。いや、そりゃそうだ。怖っと思って、で、そのお付きの方が最後、凛太郎だったかな、足軽かな、ご無礼のないようにって近く言って、うわ、怖い主従だなと思って、ちょっとだから 晩年の方だとやっぱちょっと丸く収まってきたのなのかなと思うんですけども、まあ、ちょっとこれなんか怖かったなっていう。そうか、はい、まあ、ござったけれども、一ついいことを申すと、はい、おじきは海産物好きだから。あ、そうなんですか。北陸の海産物はホタルイカとかがもう大好きだから、そういうの持っていけば機嫌が良かったし、おじきのここ一つ申すと、はい、おじきはかつて、まあ、言ったら前田家というのは成金なんじゃよ、はい、元々金子がなく、あ、まあ、出世をしていき金を持ち始めて、はい、おじきがそれこそ金を蓄えるになったらば、はいはいはい、おじきもちょっとなんかおかしくなってしもて、はい、わしが出奔していなくなってから話なんだけども、はいはいはい、故障いっぱいない周りに側近のもの、はいはい、若い男をいっぱい連れ取ったんで、そしたらおじきが、そしたら故障をこう肩もみしてる、肩もみしたらこれで金金子小判1枚現世でもうそこ10万円くらい1回肩もみしただけで渡したで、いや、羽振り良くなったなおじきと思って、ヒルズ族みたいに今で言う、いや、もうこれやばいですね、お礼中で渡したで、
ね。気前はええんじゃよ、おじきは。だから壺さえ押さえとけば前田利家様という方は武勇ももちろんじゃけれども、最終的には徳川と豊臣家の柱にもなった人間だから。そうだそうだ、さよ。ちょっとなんか僕が懐に入り方間違えたってことですか。下手くそでござったそこは。じゃあ続いて第4位は、はい、こちら加藤清正さん。清正、この6部署の中じゃと最年少だな、はい、清正は。あ、そっか、最年少になります、ね、桶狭間くらいで生まれとるか、あいつ。これ何をやる清正は。会ったことがなくてよく知らないって。おじきそこに負けたんか。あとないやつに負けたんか、おじき。作った石垣しか見てないです、僕。あと、あと像、石垣の上に乗ってる像、石垣の像は見てるんですけど、本人にお会いしたことないので、あ、どういう人なのかなと思って、とりあえず空いてた4位に入れました。空いてたって言うね。空いてたって言うね。清正さんは今な、石垣についても触れてくれたんじゃけども、築城、はい、名人の一人でもござるし、はいね、それこそ豊臣政権になってからは、はい、方々での戦働きには誠に感服いたすところがござって。強いですよね。何か知っとるか、清正の活躍ぶりは。清正はイメージだとやっぱり静ヶ岳ですかね。もう若かりし頃だな、そこは。出世し始めるストーリーとしては、まあ福島正則さんとかと一緒にこう活躍した、うん、柴田勝家との戦い、滋賀県の長浜市のはまあ印象に残ってますね。でその後関ヶ原とかだと九州でまた戦ってんですよね、この方。さようさようさよう。強いんだよ。あの小西行長の宇都城とか落としたりとか、あと官兵衛さんとかと一緒に戦ってるんですよね。黒田官兵衛さんとかと一緒に柳川城を攻めたりとかっていう印象がある感じですかね。やはり戦的に強いという部分、強いイメージありますね。先ほど申した小西行長、石田三成が同世代と申したけども、はい、あの辺りは豊臣政権下の中で、まあ、あるこのいわゆる対グループみたいなもので分けられとったんだけども、はい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 、その三成であったり小西行長たちは仲が悪く悪く、はい、何度も先ほどの5位のおじきが止めとったから、はい、先ほど5位のおじきが清正と石田三成で小西行長のさよう、あのケチが？おいおケチがいって言うんだよ、ケチがって。豊臣家の崩壊を防ぐためにおじきがもう若いこの世代たちを、はい、まあ、牛耳るというか、一声かけてちょっと仲良せと。あ、でおじきが死んだ途端に裏切った形で突っ込んだからな、今日はさ、もう年さんおらんっつって。もうで事件になるわけですもんね。あ、さようさようさよう。三成のな屋敷襲撃したりとか、はいはい、その主犯ですもんね。もうさようもう、ね、武力でどうにかしよう。ただ武力でどうにかしようという面もあるけども、その城を築城して、はいはいはい、熊本城は現世では何やらその後世で戦が起きた時には、はい、その有名なもののふが、いや、なんか相手に負けたんじゃなく、わしは加藤清正公に負けたんだという、ね、西郷隆盛さんですよ、の男が申したらしいの。そうなんですよ。だ築城名人としては素晴らしいって、僕 もうゆかりのお城たくさん行ってますけど、よく知らないっていうあってたんで今後今後また会いに来てくれ、名古屋城、はい、またちょっと会いたいです。では続いて、はい、3本指に入る第3位。第3位はこちら、前田慶次さん。おお、マジか。なんとも言えない微妙なところ来た。複雑な気持ちということで、これは何故でござろう。今日まず初めて会ったというのがあるので、3位にしようか4位にしようか。空いた4位だ。2個上がったんじゃない、わしは。あった分かな、はい、まさか、はい、あの嫌な印象が全くなかったから。あ、孫とか、はい、あの嫌な印象あったら3位清正で、あのおじ上と争ってました。おお、前田でそんな下を争ってるんだよ。前田でやめやめよ。あと歴史をやっぱりこう生きてらっしゃったのもあるし、こう伝えていこうっていう、うん、この何でしょう、矜持を感じるというか、うん、あ、孫とか、だっていろいろされてるじゃないですか、検定も やってたりとか、さらにこう広めていこうっていうので、いろいろ講座もやったりとか、うん、YouTube もやったりとかしてるので、もうなんでしょうね、武将であり、まあ、当時の文化人でもあるじゃないですか。あ、よく知ってるの、さよ。歌も得意だし、うん、風流なお方であるっていうのもあるので、そういった幅広い活動をしてるという点で、もうやっぱりもうおじ上とかとは全然違うな。やめよやめよ。まあ、変文コメントしづらい。わしもこう見えて、はい、うん、友が多いで。秀吉様のような使い方なのわし、実は公家衆とも仲が良いし、わしこういう関係かなり幅広いで。すごいですよね、京都の歌読みのメンバーとか。すごい、現世で申せば社交界に出てるようなもんじゃから。超一流文化人ですもんね。さよさよ。そういう意味では人とのこのつながり方っていうのはしたけど、だから現世の者たちには人付き合いを解いとるとこもある。はあ。
上司であったり、こう後輩であったり、いろんなものたちがいるけど、それであればわしの歴史を学べば一発じゃと。だってわしはまあいろんなところにも士官の声もあったし、実際に士官もいたしたし、いろんな人生を歩んだ、はいはいはい、文化的なことも武人的なことも戦ってますね。そういった側面をいろんなことを知っている上に、誠にすべき道を問うこともできる。はぁ、なんかすごいプレゼンされましたが、2位にはなりません。あぁ思わず立ち上がっちゃう。今、さりげなくわしも順位上がるかなと思って。ではそんな第2位を聞きたいな、続いて、はい。第2位はこの方です。豊臣秀吉さん。おぉ、秀吉様。はい。天下人がここで。秀吉さんは、あの2月のイベントで初めてお会いしたんですけど、うん、もうずっと、歴史君に会いたかったんだ。会いたかったんじゃと。言ってくれたんで2位です。それだけじゃん。おうおう、この順位大事ないか。待て待て、わしがじゃあ今日会って会いたかったんだってずっと言ってたらわし2位になってたかもしれない。なってましたね。だ僕は麒麟が来るの信長ですから。おなるほどな。もう褒められたい、認められたい、求められたいがあるんで、秀吉さん、あとその現場を明るくしてくれる。おお、やはり太后様は絆の時に、まあ、足軽の方と、あとは、信長さんと家康さんがいたんですけども、あと秀吉さんがいて、あのやっぱ緊張感あるじゃないですか。まあなあ、信長様の御前じゃから、はい、だけども秀吉さんが一言言うとこうパッと現場が明るくなるようなのがあったので、やっぱり秀吉さんはこう現世でもそうなんだなというので、もう何でしょう、こっちが救われるというかね、現場が楽しくなるというので。しかしながら、こたびの現場は、こたびの戦場は歴史君が俺で明るいじゃないか。3位です。無念。まあしかしながら、秀吉様と申すと、まあ今、はい、あの歴史君が申してくれたけど、多くの者たちを明るくするということに関しては、戦国の世でもまさしくそうでござって、あの信長様前でも、押しけつかないっていうのは、ある意味肝玉座っとると無理じゃん。これだから現代にも生きますよ。生きる、はい、秀吉様の生き方というのは誠に勉学になる。うんうん、本当そうですね。だから天下人になってもみんなを楽しませようっていうので、こう紛争したりとか。おさよ、肥前名古屋城だったりとか。よく知っとるな、能なんかにもな、うん、あの励んでおったで。すごいですね。ただあれ無茶振りじゃったけどな。あ、わしあの時言ったんだけど、おじきが聞いたら、なんでこれ付き合わされとんだろうなって。そうだ、トシエさんはやってるんだ。あれなんだっけな、やってますね。ふりふりかなんかな、確かおじきやったし。そうですね、家康さんとトシエさんと、あと浦臭さんとかも見たのかな。で、政宗は見てるんですよね。さよとかね。あれはただただ、現世もうそこパワハラであったやらされた。だからまあ楽しい人なんだろうなというので、で会ってみてもいい人だったし楽しかったなと。続いて第1位、気になる第1位。第1位いきましょうか。いやもうこれでも、もうあの方じゃろ第1位は。はい、いいですか。お第1位はこの方、徳川家康様。大丈夫か、これこの放送大丈夫か。この放送、俺たちの命よ、わしは。大丈夫、まあ、とりあえず話は聞こう、はい、第一。第一は家康さんです。お何故、あの器のでかさ、落ち着き具合すごかった。人として尊敬しとるっていうことか。はい、やっぱ天下を治めて260年以上続く江戸幕府を作った方というのはもうあって感じました。本当に感じました、徳川様から。はい、僕またご縁がありまして、あのもちろん2月のイベントの時もご一緒したんですけども、うん、それ以前にロケで行った時も利家さんと家康さんに会ってんですよ。記念撮影もさせてもらいまして、でその前に僕プライベートで1回行ってた時にも会ってるんですよ、うん、家康さん。なんとその時に非常に親切にしてくださいまして、あの今現代でいう名刺交換もさせてもらったりして。おー、さようかさようか。で記念撮影もさせてもらって、でその久々に会ってロケで会った時にも、あ、長谷川殿みたいなので話してくれて優しくて、でお仕事の時も舞台裏とかでもよくぞ参ったと、この時を待っておったのじゃ、よろしく頼むっていうので、いろいろとこうなんでしょうね、段取りみたいなのもやってくれるし、もう頼りがいのある天下人と思っても間違いなく1位です、この方。確かに今までで一番よう喋った。もう大人として尊敬できました。徳川様に憧れを持つか、はい、ただあんまり面白いことことはしゃおまんけどな。そうですか。いや、お主大丈夫か、自分で薬とか作っとらんか。
いやだからそれも大人じゃないですか。もうそんな一人ちゃんと健康のことを気遣ってですから調合してさよさよ大名に体調崩した大名に送ったりとか、あとは熱海温泉をなんか熱海温泉送ったりとかするじゃないですか。さよもういい人じゃないですか。上司だったら最高ですよ。あ、そんなベタ褒めじゃな。いい人だった。じゃ逆に悪いとこどこじゃと。じゃあ逆に聞きたいわ。悪いところ。徳川様の悪いところどこだ。悪いところ。ここはちゅう。わあんいい徳川家康さんが言ったことで笑ってはないかな。いや今の私も笑いすぎた。笑いすぎた。だってでも面白いランキングじゃないですもんねこれね。さよ。ですよね。面白いランキング。武将としてさよ。こうしっかり自分が僕がランキングしてるわけですもんね。さよ。だから歴史君が好きな武将隊のランキングですもんね。さよ。だとしたら1位ですから。では発表した方がいいのか悪いのかちょっとわからん。やめときます。お蔵入りになるかもしれんけど一応発表だけしとこう。第6位マスカの最下位はこの方信長さんです。いや大丈夫かこの放送誠に。これは理由聞いておこうか。う最下位恐れ多いなお主誠に。あの僕一回 YouTube で最強の戦国武将ランキングみたいなの勝手にやったんですよ。ほうで10人ピックアップしたんですけど第10位に信長さんをランキングして、うん、秀吉さんとか家康さんとか上なんですよ、うん、で10位にランキングしましたって動画を普通に配信してたら急にどれぐらいか配信した1週間ぐらいかな Twitter にあの反応が来たんですよ。リプライが飛んできて、うん、誰かなと思ったら織田信長って書いてあって、うん、またそのなりきってるアカウントも多いんですよ最近。石田さんとか俺の、はい、信長さんになりきってるやつのだからあなりきってる方がかなと思ったら名古屋おもてなし武将隊の織田信長って書いてあってその人があの僕宛てに私が10位かみたいな点点点会えることを楽しみにしてるみたいでイベントの前ですよ2月のなんだこの人は本当になんか絡んできて怖いなと思ってんで本番の日もずっとあのもう話すネタ別に他にいろいろあんのに10位かわしが10位かでなんか僕が言った後もまあわしは10位だからなみたいなずっと拗ねてるんですよ。めんどくせえと思ってであの再開です信長様ご無礼かまってちゃん超かまってちゃんだからもう全然喋んなくなってるじゃん。ずるいじゃないですか。いやいやいや思ってるんじゃないですか。でもわしはあまねくこのゲンスのテレビ番組になるものでも、はい、戦国武将ランキング、はいはいはい、総選挙、はい、わしは大名を抑えて13位。すごい大貢献。そうそうだそうだそうだはいはいはい。でも圧倒的な第1位織田信長様であった。いやそれだって立てなくていいんですもう名古屋の信長さんいやもうネチネチずっとツイッターでも絡んでくるし現代風に言うとメンヘラ武将みたいなあの感じの。お主大事ないかこの放送ちょっと言い過ぎたかな。これまた絡んでくるんですよ絶対。いや信長様はかつてより意外とこう敵になるか味方になるかっていうのを結構迫る癖がござって、書状を送るのもそうじゃったし、はいはいはい、まあ現世では信長包囲網と呼ばれるので、はい、ります足利義昭さんが中心になったりとか信玄上杉謙信さんとか、はいはい、さよ、はい、周りがなこう、はい、敵になってしまった時なんかも、はい、誰がこう味方なのかとかも、はい、口酸っぱくこう仰せでござったで、はい、であの人ネチネチ10年前のこととか持ち出すじゃないですか。そのさあの大河ドラマの信勝さんの話じゃないですけど伊能の戦いとかで柴田勝家さんと林さんだ林秀貞だとか。あさよ我が主君でもあったな。あそうだそうだ、うん、荒越を率いてましたさよとかを、あとはあの美濃三人衆の西美濃三人衆の安藤森成とかがしっかり使えて期間が10年間あんのに昔のこと持ち出して佐久間信盛さんもそうだ追放されるじゃないですか。まああったのあったじゃないですか。あったのあのネチネチ具合はだから現代だとツイッターで絡んでくるってことなんですよあの感じしまいじゃーんもうこれ以上はもうやめよう。番付には人それぞれの主観があるということを最後にしっかり練りを伝えておきたいということで、我ら名古屋おもてなし武将隊の6武将というのはやはりこの今日の本を作ったそして文化の礎となったものの風ゆえに名古屋城に来ると会いに来ることができるということで、まあ昨今の影響で名古屋城の土地は難儀でござったが6月1日より名古屋城自体は開城し、おめでとうございます。さよ。この地は我らも名古屋城に実際に足を運ぶことができるということで、また実際歴史君にも足を運んでもらって見てもらって、もうね、また我らとも話して改めて順位が変わると思うゆえに、また次回ぜひこの話を第2弾やりたいなと思います。
今そうですね、清正さんに会いたい、会って話したい、うん、もうあの下に2人は決まってるから。おお、やめ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 5位6位織田順にするなまあこれを見ても織田順ぜひ名古屋城に来て我ら6部将とも写真を撮ったりであったりな、演舞といったものもござるでぜひとも楽しんでもらいたいということで、はい、ではこたびお企画はこれにて、はい、姉妹と愛なり申すゆえに、では最後あの決め台詞で、はい、では参ろう、また会おう、ま、YouTube。おぬし、チャンネル登録をいたせ。